第55回後半です、はい、後半は去年も出てもらいました、はいはい、私の双子の姉のゆりえちゃんにゲストゆりえちゃんをゲストにお呼びしました。イエーイ、イエーイ。自己紹介してちゃんと。どういうこと、どういうこと。ちゃんと自己紹介してゆりえです。はい、ありがとうございます。そういうことか。そう、ラジオだからゆりえちゃんはインスタライブに夢中になりすぎだから、はい、最初気になる、ね、気になるよね。はい、ゆりえちゃんです。はい、1年ぶりだね。2度目の登場となります。お久しぶりです。イエーイ、イエーイ。ちょっとね、前回ちょっとあんまハードル上げるのはちょっと違うと思うので。いや、そうですよ。ただちょっと前回が面白すぎたっていう。いや、面白すぎたよね。あんまり覚えてないんだよね。結構人に聞かせちゃうもん、ゆりえちゃんの回。そうですね。あ、そうなんだ。あれはマジマンジだったんですね。マジマンジだった、ね、そうがすごくて衝撃で。え、今年はそういう言葉ないの？なんか今年なんかね、うん、探したんだけどね、あんまりないね。ないんだ。かといってマジマンジが使われ続けてるかって言ったら微妙じゃない？うん、微妙だと思う。とりあえず2人で世間話していただこうかな。ウェーブをしていいよ。前の聞いたらね、なんかね、うん、オープニングこの時間なんか、うん、お祭りの話してた。あー、お祭り行きたくないって話。あー、麻布十番祭り終わったじゃん。あ、てかゆりえちゃんあれだ、もうさ、今年あれだよね、甲子園見に行ってるんですよ。しかも今年は準決勝と決勝の2日間見に行ってるんですよ。そう、すげえなー。ってかよくチケットはまあなんとかか。そう、だってまあ普通に無理ですよね。朝はだって5時とかでも間に合わないぐらいですよ。うん、うん、間に合わなくて、まあいろいろ知り合いとかね。全然チケットストリート。何チケットストリート。あ、チケットストリートえ、何それ。そういう、そう、ネチケットストリートってオークションじゃないけど。へえ、すげえな。しかし今年すごかった。今年とかにすごい、やっぱり見て甲子園ファンとしては。あ、そうこれいらないんだな。ああ、吉田くんゆれちゃんの待ち受けね。自分で撮った吉田くんね。これは友達が撮って。ああ、そう、あ、ちょっとそれをその子が誕生日のあれにしてくれた。なるほどね。何誕生日のあれって。え、なんか書いてくれた。ああどういったこと、金足農業の吉田くん。やっぱ吉田くん今年はもう圧倒的。なんかさ、すごいさ、メールでさ、すごいんですよ、家族のメールみたいので、すごい吉田くんがみたいに言ってて何のことかなってずっと思ってた私は。なるほどね、うん、もう、あ、そうか。でもゆりえちゃんの場合ハンカチ王子は全然。あ、世代世代、同じ世代。世代何年前だろう、多分7年。え、ハンカチ王子って私たち、え、同い年でも見てたテレビで。そうね、その頃からもちろん好きだ。甲子園は見てる。あ、行ってはないけど。その時中学生とか。でも斉藤由貴の方がやっぱすごいのかな、わかんないけどね。ちょっと間違えちゃったインスタライブをね、見てくれてるんだね、エリカはね。元気、ヤッホー。そうそう、で、ね、ゆりえちゃんはその最近大阪に行って、はいはいはい、知ったことがあるんですよ、ね、そうそうそう、はい、そう、その報告がメールで来て、あのグリコがあるところが道頓堀らしいよっていうのを教えてくれました。おー、すごいスポット情報で。そう、最近知って。最近知ったマジで。グリコがあるところが道頓堀らしいよって教えてくれたね。大阪何回か行ってるんだけど、はいはいはい、まあ、てか何なら去年も行ったし、まあ、甲子園は行ってるって言ってますもんね。 まあ、でもあれ別に大阪じゃないのか。甲子園って大阪じゃないんでしょ。ギリ神戸、兵庫か。でも、え、道頓堀には行ったことなかったみたいなこと。そう、道頓堀には行ったことないと思ってて、はい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 、行ったことないと思ってて、でもグリコの前でグリコのポーズは3回くらいやったことあって。やったことありそうすぎる。わかる。グリコの前で写真こうやってやるやつ3回くらい撮ってるんだけど、はあ、あそこが道頓堀って知らなかった。なるほどね。それ一つ言い訳させてもらうと、グリコを背中にしてこう撮るじゃん、はいはいはい、でなんかあっちに商店があるんですよ、うん、
商店街のところにめっちゃ心斎橋って書いてあって、うん、なんか心斎橋だと思ってた。あーなるほどね。そう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 、あの橋が心斎橋で、橋の名前だと思ってる、うん、そうそうそう、橋の名前だと思ってる、確かも。あーそうか、心斎橋も場所の名前じゃなくて橋の名前だと思ってるんだ。そうそうそう、それすごいね。だって難波の駅で降りたんだもん。あーつながるけどね、話としてでしょ。あー降りたはずなのに難波で、私は難波にいるし、でグリコがあるのは心斎橋っていう橋だし、そうあそういえば道頓堀行ったことないやってなって、今回道頓堀行きたいって言った、もしかして。あっちがなんか友達がじゃあせっかくだし道頓堀とかでご飯食べるみたいに言ってきて、あ私道頓堀行ったことないって言って、行きたい行きたいって言って行ったら、グリコのとこでなんかえ行ったことない写真撮るみたいに言われて、いや写真撮ったことあるからいやここはもう撮ったことあるから、はいはいはい、道頓堀行こうって言ったら、はみたいなえみたいな、ここですけどみたいな感じになって、えみたいな、ここですけど、そう堀はどこにいたのか堀がね、堀はどこなのって感じだったなるほど、なるほど。でどこが道頓堀なのってなって、私の中ではあれは橋じゃん。うん 橋, ね、橋じゃん、橋橋、うん、だから 橋, 橋、ね、降りるとこあんじゃん、うんうん、あれ降りたところが道頓堀であれは橋、降りる、あそこは心斎橋、あそこは心斎橋っていう選定っていう橋なんだ、ね、橋、そうだから私は降りたことなかったから、まあ、結果的に道頓堀には行ったことなかったっていう言い張ってるんだけど今その時に知ったから、その時初めてだったと。いや、え今まで土地には行ったことあるけど、私がいたのは心斎橋で、うん、橋の上にいたから、そう橋の上にいたから堀には降りてない、そう私の中では心斎橋は下だからじゃあまだ行ってないってことですか。行くことがない、この間行った、初めて、あちゃんと下に降りた、降りた、あ降りた、そうあ降りたそう、なるほどなるほど。道頓でもね、それが降りたんだけど道頓堀で写真撮るの忘れたんだよね。うんうんうん。なるほどね。そう。二人で話して。はい。明日何食べよっか。ね。渋谷でしょ。うん。何がいいかな。何がいいかな。去年は何食べたっけ。うん、あ去年はパパたちと食べたんだ。うん。中華以外だな。何がいいかね。うーん、そのパンの店も行ってみたいけどね。そんな夕方とかやってるもんなのかな。パンな。美味しいパン食べに行く。美味しいパン食べに行く。どこ？渋谷にあんのかね。渋谷ビロン？ビロンの上行く？あ、いいよ。ビロンの上行ってみる。美味しいパン屋さん知ってる人、ね、美味しいパン屋さん知ってる人教えてください。誰も知らない。インスタライブ見てる人、美味しいパン屋さん教えてください。そうそうなの。これね、押すと何人、な誰が見てるか見れた気がするな。見えないや。あ、間違えた、間違えちゃった。そう、ちょっとさ、うん、なんだろうね、急に話すことなくなるのやめなさい。うわー、なんか暗くなったよ。どうした、どうした。え、ちょっと早くない、計画停電、計画停電ちょっと待って、ちょっと待って、どうした。よくわかんない、よくわかんない。段差、何この段差、何、え嬉しい、やった。えすごい、えなんで、なんで、え今年こういうちゃんとしたケーキ食べてない。えなんで、なんで知ってんの誕生日なの、なんで知ってんのみんなすごくない。イエーイ、マジっすか。撮ってる気でしょ。えこれまず、まず写真とか撮ります。めちゃめちゃ曲がるじゃん、ろうそく。めちゃめちゃ曲がるじゃん。90度に
あ、出たよこれ、ゆりえちゃんが一息で行くやつね、これ。どういうこと、やばぐちゃぐちゃになっちゃったけど、ゆりえちゃんケーキ持ってウケる、めっちゃウケんね。てかありがとうございます。曲がり方もすごいね。おめでとうございます。2年目です。笑われてる、めっちゃ笑われてる。ちょっと待ってね。ではえ、これマンゴー、もしかしてマンゴーですよ。マンゴーじゃん、わかってる。やば、いやいやいや、これレンズにさかかってても撮れんの？え、そう、レンズかかってたよ。はい、チーズ。素晴らしい。でで、これちょっと一番撮ります。肺活量って言われてるよ。やばいね、肺活量って言われてるよ。肺活量ね。あ、はい。そう、肺活量問題ね。イエーイ、ありがとうございます。嬉しい、写メ撮っちゃおう。もう俺と辻君の分は残ってないんで、予告サプライズは。予告サプライズの文化私にしか残ってなってないですか？残ってないですね。嬉しい、え、嬉しい。私マンゴー世界一好きなんですよ。だよね、だよね、だよね。わーい、ありがとうございます。じゃあちょっと喋ってください。はい、そう、誕生日だったんですよね、はい、でもなんかもはや予告サプライズってこういう感じでいいんでしたっけ。なんかもう分かんなくなってきちゃったな。わーって言えばいいんだよ。わーって言えばいいんですよね。そうそうそう、わーって言えばいいんですよね。わーって言えばいいから正解です。いやー、もうちょい驚いたりしたかったな。去年さ暗くなったっけ。なってないかもね。え、そうかな、してると思うけどね。暗くしてましたっけ。どうだろうね。どうでしたっけね。これでかいよ。え、めっちゃでかい、すごくない、うん、すごくない。今年初なんかちゃんとちゃんとケーキ、ホールケーキ、ホールケーキとか食べないよね。わかる。だからプレートだったじゃん昨日。あ、昨日プレートだったね。そう、昨日はそう、去年も話したんですけど、そう、シェンロン、あのパパと私たち双子が誕生日が1日違いだから、あの昨日は家族みんなでご飯食べにね行ったんですよ、シェンロンにね、はいはいはい、新宿ので、 そこでこうママたちがこうサプライズ的にこうプレートを出してくれて、うんうん、デザートプレートみたいな、はいはい、あ、デザートプレート、ね、ちっちゃいなんか、あるあるあるね、一口サイズのケーキとかがのっとフルーツが乗ってるプレートにこうハッピーバースデーって書いてあるみたいな。そう、切られそうみたいなことなんだよね。そうそう、そう、ゆりえちゃん初めてイチジク食べたでしょ多分ね、うん、最近イチジク食べて感動してうまかったから、ゆりえちゃんどういう反応するかなって思ったら、うーんうんうんって顔して私に渡してきたから、あ、あんまだったんだなと思って。ね、27歳、早いよね、やばいよね、27歳だって。やばいよね、引くわ。多分なんか15歳くらいから何も変わってない気がする。いや、みんなそうでしょう、うん、それはわかる、みんなそうだよ、確かに、うん、実質、はい、ありがとうございます、はい、やっほい。今回プレートはね、あの飴みたいなやつ。え、あ、チョコじゃないこれ、うん、チョコだ気がする、チョコだ。いただきます。久しぶりこの鍋会ぐらいのんびりしてる。そうですね、のんびり会ですね。今回はね、動きが止まってますから、うん、よかったよかった、世界で一番好きなマンゴーで、うん、よかったね。結構好きなものずっとさ、うん、食べ続ける癖あるじゃん。
そうね、なんかさドライマンゴーをめちゃくちゃずっと食べてるイメージ あるんだよね。ずっと食べてた。ずっと食べてたよね。カルディ。そう。カルディ？カルディかな。でも結果的にカルディが一番うまいみたいな説あったけど、うん、あの緑色のやつ。緑と緑色でパッケージにマンゴーの絵描いてあるやつ、うんうんうん。そのイメージめっちゃあるわ。これフォークじゃなくてスプーンなんですね。フォークねないの。あ、そうなんですね。お気になさらず。わかんない。いただきます。あんま今時間なかった。イエーイ。そう。はい。ケーキを食べている時間です。すみません。これはラジオとしてどうなってるのかはもうわかんない。僕も食べてますよ。はい。おいしい。おいしいね。うん。うん、今回はどこのケーキなんですか。これはね、はい、マンゴーってなんか全然なくて、うん、あ、そういうこと。そう、なんかすげえ、本物っていうか、うん、マジのやつは、うん、もう一切れで3,000円とかするんだ。あ、高いですよね。知ってんだ。めちゃくちゃ高いみたいで、うん、高い。で、これはどこだったかな。大阪から通販です、これは。なんでそんな。すいません、なんか。でも逆にもうケーキも自分で買いに行って持ってくるのが大変だから。ああ、なるほど、うん、ここに届けちゃえみたいな。そうそうそう、全然ドライマンゴーをふかしてくれれば全然、ドライマンゴーってふかすっていう表現で合ってる。なんていうの、あの常温に戻すじゃなくて、なんていうの、水に浸したら戻りそうじゃん。いや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 、何て言うんだろう、増えるわかめ的な。そうそうそう。バカなのね。うんうん、うん、うん、大阪から来たケーキ美味しいね、うんうん、道頓堀から来たんかな。あ、道頓堀かな。それは分かんないな。そう、でもなかなかねケーキこの辺だとやっぱその桃のになっちゃうから、多分同じのぐらいしかなくて、うん、この周りにそう、ケーキがないから、でもいいですけどね。私も好きだから。今年はパパにプレゼントを買ったんですけど、はいはい、うん、最近パパがジムに行き始めたらしいんですよ。ほう。だからあのジムとかで汗かいた後シャワー浴びたりとかするじゃないですか、うん、その時とかに使えるスキンケアグッズみたいのをあげました。あー、なるほどなるほど。めっちゃ反応悪かったね。うん。トライアルセットだけにしてやればよかったって感じだった。なんか使ってもらえるかなあれ、うん、でも当直室で去年あげたパジャマ着てるって言ってたね、うん、本当かな。本当だと思う。そう、去年は結局パジャマにねしたんですけど、まあ、パジャマだったのか。そう、パジャマの方が良かったかな。ねえ。反応が悪い。まあそうだね。ああみたいなこと。でもなんだっけ、うん、何、ありがとう、何これみたいに言われて、あ、洗顔セットとか見て、え、何、もっと顔洗えってことって言われた。ああ、なるほどね。あ、そうじゃないよって、うん、何ローションってとか言って、ローションはなんかヒゲ剃った後とかに塗るやつだよ、うん、みたいな。ああ、そうなんだみたいな。なんか汗拭きシートとかももったいなくて使えないって言って、もったいないとか言ってないで使ってっていう。それジムに持っていく可能性低いな。絶対持ってかないと思う。せめて家でね使ってほしいもんですね。それは家でも使わないよね絶対。どうなんだろうね、使ってほしいけどね、うん、え、羨ましいよ。スキンケアをしなくていいっていうのは、肌弱いから必ず化粧水とかやらないともう赤くなったりしちゃう。お肌弱々芸人。弱い芸人ではない。芸人あのそう、あのなんだっけ、俺テレビないから分かんない、うん、なんか番組あるよね。そう、アメトーク、アメトーク、アメトーク、あなた弱々芸人ではない。あるあるの、 あったんですか、 その会話。あったの。あったの、うん。あったんだ。今田耕司が背中が痒くて畳でこうやってこすりつけて背中をかくっていう。何それ。弱々芸人なのかな。実演しますとか実演してた。
でもゆりえちゃんは化粧品とかの成分とかを解析するのがすごい好きだから、うん、もうねお医者さんみたい。私ほんと何でも言うよね、うん、何でも日焼け止めどれがいいかな、うんうんうん、あ、なるほどなるほど、 それはすごい、うん、へえ。そう、俺も下手なの使うともう一瞬ダメだから。へえ、やだ、うん、洋服とかでも荒れたりします、うん、します。だから、うん、絶対一枚で着ないんですよ。あ、必ず中に、まあ、汗っていうのもあるし、それ本当騙されたと思って柔軟剤やめるとマジで変わりますよ。え、なになに、どういうことどういうこと。柔軟剤を入れないっていう。はあ、へえ。柔軟剤入れると痒くなるの、うん、なんで。なんかそのふっくらとかさせるために、うん、まあ、髪の毛とかでいうトリートメントみたいな成分が入ってるから、うん、コーティングみたいな、うん、はい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 、はい、その成分が結局刺激が強くて、うん、へえ。なんか洗剤は残らないように、うん、洗濯機の中で残らないように洗い流すじゃないですか。柔軟剤って残るように入れてるものだから、うん、その医薬品じゃないけど、まあ、化学物質みたいなものが強い、そう、成分が残った状態で衣服が洗い上がっちゃうからそれで荒れるっていう。なるほど、それはでかいかもしれないな。急に頭良さそうな。そうなの、頭良さそうでしょ。頭いいでしょじゃないんだ。良さそうでしょなんだ。そうなんだ。相田さんは柔軟剤は入れてるんですか。いや、入れてる時と入れてない。でも基本的に入れてない。今は切れてて買ってない。まあでも、うん、そうだね。リクッドで荒れたりするんだね。するんだよ。そっか、摩擦、うん、うんうんうん、美味しいケーキありがとうございますね。この食べてるのに9人も今見てくれてるんです、ね、うん、ケーキ食べてるだけなのにインスタライブ9人も見てくれてるのすごいわ。ビーブします。柔軟剤ある。柔軟剤やめるのは本当に効果ありますよね。すごい。そうだよね。そうなんだ。そうだよね。めちゃめちゃいいねしたいこの人に。いいねってどうした。いいね。いいね。リアルスタンプが今押されましたけど。なるほど。放送事故になるから誰か喋ってください。うん、これ放送事故だね。うん、でも誰かが言ってるのかと思ってそれ。3秒か5秒ですよ、ね、確かね。何が無音の状態が5秒続くと放送事故になっちゃうの。そう、あ、そうなんだ、うん、ラジオとかもそうなんだよ。喋、ろ、うん、そうですね、うん、でも印象変わんなくないですか。そんなことない。いや、印象は変わらない、うん、ね、ちゃんとしてティストがありがとうございます。すいません、うん、それは全然変わんない。やっぱ変わってないわ、うん、で私なんか27年間生きてきて多分毎日食べ物こぼしてるんですよね。知らんけどそれは。多分そうなの、うん、え、何、手元が緩いの、口元が緩いの、どっちもじゃない。あとなんか威力が強かったりとかする。威力が強いのかもしれない。何でもパパと同じだよね、うん、傘さそうとして傘折るみたいなさ、マジで。いや、パパそういうことしちゃうんですよ。傘をさそうとして折っちゃうみたいな。去年かな、なんかママに、うん、なんでこんなに26年間毎日食事してきてこんなにこぼすのって言われた。毎日食べてるのになんでこんなにこぼすのって言われた。なんて返したの。毎日こぼしてるからかなって言った。どういう意味なんだろうね。習慣だね。そう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 、どっちかというとそうかそうか、うん、上達するということじゃなく、うん、毎日こぼしてるから今日もこぼしましたっていう。なるほどなるほど、それはすごいね、うん、まあ、言われるまで自分の中ではそんなにこぼしてると思ってなかったんだけどね。気づかずずっとこぼしてるってことなんだ。うん、だ職場でも
お昼ご飯とか食べた後に歯磨き粉を絶対こぼしてってどこどういうこと、どの段階、口入れる直前ってことですかね。なんかでも歯磨きしながら誰かと喋ったりとかしちゃうんだよなんで歯磨いてんじゃん。そう、でもなんかそれを多分やり続けたら歯磨きしながら喋るの上手くなっちゃって伝わるようになっちゃったの人にあだからこぼす、でもこぼすはする、こぼしはすると、うん、多分。でも喋りながらこぼしてるの自分で気づかなくて、あっちがあこぼしてこぼしてるみたいになってる状態か全然誰とも喋ってないのに表に出たらなんか白いのついてるよみたいな言われて、ついてるみたいな。制服黒いもんね、なんか目立つよねとか。そうなんだ、うん、大変だね、うん、大変。ゆりえちゃんは最近ヘアセットがすごいなんか飛び級したみたいな話聞きましたね。浴衣着させてもらった時もゆりえちゃんに髪の毛やってもらったんですけど、なるほどなるほど。今年ね、そうイベント試験みたいなのがある。うん、まあそうですね。ゆりえちゃん美容師さんです、うんうんうん、実はヘアセットスタイリスト、ヘアスタイリング、スタイリング、うん、あんまりパパも全然昨日分かってなかったよね。そうヘアセットって要するに、うん、その髪型を整えるみたいなことですかね、うん、セットするみたいな髪型を特別な仕様に変えるみたいな、うん、あ、うん、まあ確かにそうすると着物着る時とか、そうそう、ウェディングとかパーティーに行くとか、そういう特別な仕様が必要な時とか、なるほど、うん、にセットするみたいな。スタイリングは、まあ、同じ意味だよね、スタイリングも、うんうん、セットはゼロの状態から違う形に持っていくことで、うんうん、スタイリングはその状態を生かした何なんていうの、土台はそのままで巻いたりとかワックスつけて整えるみたいな感じ。うん、なるほどなるほどなるほど。そういう時ってこう連絡して、うん、私ゆりちゃんにこういうやつがあって明日空いてるとか聞いて、いいよみたいな感じで、何時がいいみたいな感じで行きます。そう、うん、まあ、やりたい方はこちらまで名前しか書いてない、名前しか書いてないプレートだよどっちかに言えばなんとかなるじゃん。私かゆりちゃんに、そうそうそう、うん、まあねまあね、そうね。なんでなんすか今のこちらまでやってみたかった、ね、やってみたかったね、プレートをね、インスタライブに向けてね、こちらまでってね。そうね、今年はまだ誕生日ご飯に2人で行けてないから、うん、あ、そう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 、明日行こうって言ってて、うん、何食べようね。ね、前回もこの話した仲いいなってか3日連続でじゃあ会う。そう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 だよね、うん、あ昨日とか本当に昨日の雷の瞬間すごかったよね、やばかったね。なんか新宿歩いててもうすぐ着くっていう、うん、なんか橋みたいなところで、うん、雷が鳴ってきて、うん、その瞬間私は2人で手つないでキャーって言って走って逃げるみたいな、うんびっくりしたよね、うん、無理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 とか言って、私自分すごい雷苦手だなって思ってたけど、七重ちゃんが苦手なの知らなくて、いや音はさ嫌なんだよ。そうだからさ、室内で光ってるのはうわーってなるけど、うん、音が嫌なんだよね、うん、確かにね、近かったからね昨日ね。いや近かったですよね、その辺だったからびっくりしちゃった。停電してたらしいよ。あ、そうなんだ、うん、そう電車も止まってたし、井の頭線もやばかったんだよねっていうらしいよ、うん、そうそう。何食べようね、ね、何がいい、兄弟で2人で誕生、うん、まあ兄弟でも特殊だからだよ ね、まあ、特殊だろうね。だって他の2人がさ誕生日の時とか何もしなくない？え、私でもプレゼントはメール送るぐらいじゃない？
や今年なんかマサルくんの誕生日の時に、マサルくんってお兄ちゃんです、そう、誕生日の時に何が欲しいって言ったらメロンパンって言われて、へえ、会えないから却下した。うん。メロンパンね、好きだよね。え、会えないから結構どういうことですか。え、日持ちしないじゃないですかメロンパンって。ああ、その行く時間がないから。そう、あ、なるほどなるほど、そかそかそか、そういうことね。聞いたんだね、偉いね。なんかメール来たんだよね、そのタイミングで。あ、タイミングでね。そう、だからなんかまあ一応聞いてあげようって思って聞いたらメロンパンって言われて、31歳で誕生日プレゼントにメロンパン欲しいとか普通言わないじゃん。え、わかんない、別に言ってもいいと思う。え、言わなくないですか。うん、まあ、家族だから、ね。え、じゃあ何ならいいの、何ならいいの31歳で。いや全然、まあ、31歳はまあ関係ないけど実際、うん、まあ、普通に物を言えばいいのに、うん、食べ物を言ってくんなって。物をだったら送ってあげられるのに、うん、なんかメロンパンって送れないじゃん。まあね、そうね、うん、食べ物を言うなって前回もそうでした。結構バイアスがかかってる、ね、ゆりえちゃんはそう、お兄ちゃんに対して結構そうそうそう、厳しい。え、でもちゃんとメロンパンの美味しい店を結構リサーチしたの、うん、いろんな人に聞いて、そしたらなんか浅草にある、ね、あ、花月堂、うん、が美味しいって言われて、あれ、ね、あれに並びに行こうとしたわけよ。え、でもあれ時間経っちゃったらそんなにあれだよ。でもなんかちょうどなんかおばあちゃん家にでご飯を食べるみたいな日があって、で それに来るみたいな。あれ、あれか。え、そう、あれさ意味わかんなかったよね。なんかお兄ちゃんの誕生日だからって言って、お兄ちゃんの誕生日だから集まったのにお兄ちゃんが来なかったの。 え、何この会って感じだったよね。そう、不思議だった。それがあるから、じゃあその前に私はわざわざ浅草に行ってメロンパンを買ってきてあげようかなって思ってたら、うん、来ないみたいになったから、あの野郎、途中でわかったの。いや、てか連絡なかったんだよね、音沙汰なしみたいな。でも来ないっしょってなった。そう、謎だったね。っていう謎だったけど、まあ美味しかったね。中華、中華だっけその時も。うちの家族なんか中華食べがち、中華好きなんですよ。そう、中華食べがち、本当に。なんでなんだろうね。いやでもそれわかるけどな、俺も家族で北京飯、違うな、銀座スターとかって言うじゃん。あ、何それ、はい、銀座スター中華料理、銀座スターってお店。なんかこの前、今年の1月箱根旅行行ったんですよ。めっちゃ久しぶり家族で、ね、うんうん、その終着が中華でしたよ。え、箱根行って中華、箱根行って、そう、いやいや箱根じゃない、地元に帰ってきて、最後じゃあ解散っていう前の食事が、それよく行ってたし、なん取り分けしやすいのなんかさ、結果的にさ、ご飯はさ、何を食べるのが正解なんだろうね、私ら家族。だってさ、中華さ、昨日食べてて思ったけどさ、ママ結構魚介類がダメじゃん、うん、だから小籠包とかなってくるともう絶対エビとか入ってるから、うん、まあ、どうせママ食べれない、エビカニ食べれないみたいになるじゃん。なんかそれがなんかそういう、私は嫌だなって思ってて、うん、何を食べるのが正解なんだろうね。家族会議ですか、分かんないな。もうコース料理とかにしたらいいんじゃないの。え、そうだよね、うん、まあそうか。で和食はそれぞれ、ね、まあ、ちゃんとしたとこだったらいいのかな。でも家族で和食って、うん、家で食うじゃん。なんていうか、まあ料亭とかってことか。分かんない、ね。八王子のアロは美味しかったよね。うかいて。うん、うかいて美味しい。うかいてって聞いたことある、ね。なんかレストラン街とか、うん、まあ、めんどくさいから大体そういうビルの中から、うん、じゃあどれにするってなるんですよ。で選択肢めちゃくちゃあるじゃないですか。いつも中華なのに今日も中華みたいな、ね、選択肢の中からまた中華ですかみたいな。それやっぱ最終的にはお父さんが選んだ。まあでもママかな、どっちかだよね、うん、なんかパパが好きそうだからっていうのでママが選ぶみたいな、うん、ああなるほどね。そう、でもまあパパの誕生日だからパパが食べたいのが一番いいよねみたいな。そう、結局ね、まあ、そうなったけどね。なるほどね。そう、ゆりえちゃん的にはそういう時は肉が一番いいの。ねえ、肉はいつでも食べたいけど。何料理が一番好きなんですか。基本的になんか太るものは何でも好きで太るものは何でも好き、すごい言い方、うん、なるほど。カロリーが高いものとか、うん、あの漬物とか嫌い嫌いな方から来た
消去法でね、消去法。そう、そうかそうか、漬物とか結構何でも美味しく食べれちゃうけど漬物とか嫌い、うん、ゆれちゃん漬物嫌いだね、うん、じゃあ肉か魚だったら圧倒的に肉。あ、でも魚も別に好きだけど、うん、なんか魚料理って、うん、なんていうんですか、うん、まあなんか海鮮丼とかじゃない限り、うん、家で出てくる料理じゃないですか。まあ焼き魚とかムニエルぐらい、うん、なんかわざわざ行って食べなくてもみたいな外食感が特にそう、なるほどね、っていう気持ちにもなっちゃう。えでもさ、なんかそうさ、うちはさ、ママが魚介類ダメだったから、うん、その魚って言ったら焼き魚だったじゃん、うん、てかもうさ、魚って言ったら鮭じゃん、うん、うちもう焼き鮭じゃん魚って言ったら、うん、それぐらいのさ感じだったじゃん。お刺身とかそういうのって全然食べたことなかったじゃん、なんか家で、うん、だから私はお寿司とかはすごい好きだけど、いやお寿司とかはいいよ全然。えお寿司食べれるの？食べれる食べれる。食べれないと思ってた。え食べれる食べれる。それマリエちゃんだよ。あそうなの、うん、あそうなんだ。マリエちゃんはいまだに何が食べれないの、うん、マリエちゃんはキュウリ。そうだね、キュウリ食べなかったね昨日ね。生魚も食べれないけどイカとエビ克服したって聞いた。あそうなんだ、うん、え何イカとエビ。エビ、あだいぶでかいじゃないですかその克服は。その生のやつ、うん、生です。なんか生の魚とかあの貝とかで、うん、うちの家族嫌いなイメージがあって、うん、ママが好きじゃないっていうのもあるけど、ママが食べれないっていうのもあるけど、なんか他の3人も好きじゃないみたいな印象はあった、うん、あなんか私だけがあのでっかい黒い貝のさやつとか食べてた。ムール貝な何か分かんないけど、うん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 、とかを食べてたイメージがあったずっと。あいや単純でも実家にいる時に食べる機会なかったよね。なかったよね、そういうものを。うーんだから好きとか嫌いとかそういう感情も無。うーんなるほどなるほど、うん、知らないというか。そうあだったかな。そういうもの多くない、うん、なんかキムチとかも多分ママが嫌いだったから、うん、外食するようになってから食べるようになったし。そうだから漬物も家で出ないじゃん、うちって。だからたくあんが大根とかも結構二十歳超えてから知ったし、うん、あ言ってたよね、たくあんと大根なんだよ。あ言ってたね、この前なんかいぶりがっこにクリームチーズみたいなのが挟まってるみたいなやつがなんかあって、うんそうはいはい、ママがこれ美味しいんだよみたいなって、何いぶりがっこってみたいな言ってて、ああのなんていうの燻製されてるたくあんだよみたいに言ったら、うん、えそれ元々は何なのみたいな、大根だよって言ったら、大根なんだ、でもたくあんが大根っていうのは知ってるよって言われて、そうそうそう、あ知ってるよ、私たちも知ってるよあそうだそうだよね。漬物って切られて出したらもう何か分かんないじゃないですか。ええ？ちょっと待って、だってキュウリは分かるでしょ。分かる。ナスは？ナスもわかる、うん、えあのなんか扇形系、扇形系食べる状態にして出す。カブと大根は結構怪しい見た目的に。まあでも大根はだからたくあんになってるんじゃない。えでも食べればわかるじゃない、まあ、大根食べればね。でも嫌いだからあんまり見るだけじゃ。ああえ味がいやでもなんか浅漬けはいけるんですよ。うん浅漬けはうち出てたよね。出てたっていうか私が一時期ハマったよね。浅漬けはいける。匂いかえってかたくあんはなぜ黄色いのかもよくわかんないし。ああなんで黄色いんですか、あれって。そうなんかしば漬けとかもしば漬けの元は何なんだっていう。あわけのわからなさあるよね。なんかしば漬けって何、それってしそにつけてるとかじゃないんですか。赤じそ、そうですよね。芝は何だから、そのあれ何あのおい食感がいいやつ、あれなんだ、あれキュウリですか。系でそうなんか系たくあんのわけわかんなあよかった仲間いる。漬物のわからなさ。確かに芝漬けってあれなんだろうな、あいつは。そううん確かにそういうのわかんないな。でも別に芝漬けは食べれるけど、うんうん、確かにっていうなんか漬物とかに関して無関心すぎて、うん、なんか得体が知れてない部分がいっぱいある、うん、なるほどなるほど。
で別に触れたいとも思わないと。そう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 。あとザーサイもよくわかんないし。ザーサイって何なんだっけ。あるねあるね、わかんないよね。ザーサイはそれこそ中華料理とか行ったら美味しいのある。そうなんですか。あでも酒飲まないとないか。ほらクラゲとザーサイとみたいな。ああるあるある、盛り合わせあるじゃない。私は飲めないけどゆれちゃん飲めるですよ。ああそうか、飲めるか。え待って、ゆれちゃんはじゃ何が好きなの、食べ物は。食べ物、うん、マンゴー。マンゴーじゃん。マンゴー、肉、うん、肉は何肉。でも肉は鶏か牛。へー、あー鶏か牛なの。えあとなんだろうね好きなもの。ゆれちゃんが好きな食べ物はきゅうりのイメージあるんだよな。まあ、キュウリあながち間違ってないよ、うん、キュウリめっちゃ食べてたよね、うん、めっちゃ食べてたね。でもキュウリに栄養素が全くないって知ってから本当にこいつクソだなって思ってる。そうなの。でも好きだったじゃん。そうすごい好きだった。ただの水分やんってなった時キュウリ、キュウリ結構衝撃。そうだ、ね、キュウリとかマンゴーのイメージあるな。なんかさ、マリエちゃんはカレーうどんとかあるじゃん。あでマサル君はブドウとグミみたいな、うん、なんかさ主食主食聞きたいのが、え、まさるくんはさメロンパンもあるじゃん、うん、てか甘いもの好きだよね。そうだね、なんかね、アイスとかね、うん、でパパはさ桃とふ菓子とかあるじゃん、うん、メイン入れるやつ聞きたい。いやふ菓子も美味しいよね。あとプリン、わかんないとプリンだね、パパはプリンだよね、うん。マリエちゃんラーメンもじゃない、ラーメンとさカレーうどん。麺好きだよねあの人。麺好きだよ ね, 好きだよね。あとなんだろう、え、ナナエちゃんは何が好きなの。え、私は豆腐。あーねメインメイン。私豆腐食べるじゃんめっちゃ、うん、食べる確かに。なんだろうね、うん、そういうイメージで言うと本当にマンゴーとかキュウリなんだよね。なるほどなるほど。あとなんだろうな、で昔でも納豆もめっちゃ好きだったね。納豆好きだったねゆりえちゃんね。あとバター、なんかさバターと、あもうねバターって本当に神食材で昨日もこれ誰かに話したな。バターめちゃめちゃ好き。なんかさバターとチーズじゃなかった。あそうだね、バターとチーズも好きだけど、うん、俺バターのめちゃくちゃうまいの食ったことあるんですよ。エシレバターですか。んエシレバターですか。エシレバターって言ってない。このぐらいの本当の4センチ四方ぐらいかな、うん、ので多分400円で500円とかするの、うん、それでちょっと塩つけて食べるだけでめちゃくちゃうまい。もう明日それだな。パンも最高だしもちろん、それだけでめちゃくちゃうまい。エシレバター、そう予約してみる。いいわね、うん、いやバターね何つけてもマジでうまい。何つけても例えば、いやってか炭水化物はオールオッケーなわけよバターって。あそうなの。炭水化物は何でもいける。えパンとかご飯とか、うん、バターライスって親父がすっげえやってた。そう確かに。もうちょっと醤油垂らせば完璧みたいなやつ、うん、えラーメンとかそばもいける。そばはやったことないけど、そばそばか、うん、そばは聞いたことないね。パスタもいけるじゃん、うん、バターめっちゃ好き。バター神食材に共感しかないです。ほらねねって視聴者そんないないけど共感率高いですねやっぱ。そうみんなの心をわしづかむから。わしづかむんだね。そうえバター、え他は何が感動した。バターは何が神食材って。 何がそんな神だと思う。いや私もう一人で屋台気分で一人でじゃがバターとか作るからね家で。屋台気分そう。あそう素晴らしい。あそうだじゃがいもいっぱいもらったね、うん、まだあるわ。そうまあそれ言ったら芋も好きかな。芋、じゃがいも、じゃがいもさつまいもとか、うん、さつまいもも好きですね。うん、まあ、なんか食べてるよね結構芋出るよね、うん、そうねやたらふかしてくる。でもなんか食べ物の好みは結構違うところとめっちゃ合うところがあるなと。あそうだね。なんか私チョコレートとかも
ビターとかが好きだけど多分ミルクが好きで、うん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 、私は歯ごたえあるタイプが好きなんですよ。キットカットとか、うんうん、好きだけどなんかミルクチョコレートみたいなのが好きなイメージで、なんか、うん、合ってる合ってる。うーん、まあ、チョコレートはなんかまろやかみたいなものが好きじゃない、うん、でも生チョコとかあんま好きじゃない。え、そうなの、うん、あ、知らなかった。ガルボとか大好き。そうね、ガルボいいね。ガルボ美味しくないですか。ガルボ最高。ガルボはあのコンパクトサイズも好きだし、うんうん、ガルボはいいね。ガルボとあのアーモンド入ってるやつ、あ、普通のアーモンドチョコレートそう、うん、みたいな。あ、もう開けたらおしまいね。そう、全部食べちゃう。ずっと食べてたね、懐かしいね、うん、なんか塾の帰りに買い食いこっそりするのが楽しかった、ね、そうそうそう。でやっぱこっそりだったんだ。まあバレバレだけどこっそりだったよね、うん、一応オフィシャルではない、うん、全然カバンに入れっぱだったしね、うん、あとプリッツめっちゃ食べてた。プリッツめっちゃ好き。ゆりえちゃんプリッツ食べてたね。なんだけどもご飯全然わかんないね、どういうことだろうこれ、うん、お菓子好きだったね。お菓子好きだったね、うんうん、はい、でもお菓子を食べたくなるって栄養不足らしいよ。あ、そうなんだ。脳が、栄養不足って言われてますけど相田さん最近コンビニお菓子にハマってる。あのね、でもね、やっぱね、あれ冬だね。うん、まあ、冬はチョコが盛り上がるじゃないですか。でもそう、ん、冬はチョコがすごい盛り上がってくるじゃないですか、秋冬にかけ て、うん、すごい新商品もたくさん出るし、そう、美味しいし、うん、夏やでアイスで攻めれると思ったんだけど、うん、やっぱりね、うん、そんなに今年はアイスの実がやばいね。ねえ、やっぱ、いや毎年なんだけど、いやー、やばいっていうのは辛すまい。へえ、なんか新しいの出ましたよね、梨。そう、梨とか梨出たよね。バナナとかなんか最近いろいろあるの。うまいわ、全部うまい、本当に。多分ナナエちゃん好きなのはドトールの箱アイスあるの知ってます？え、知らない。ドトールってアイスあるの？箱アイス知らない人多くて。そう、ドトールが出してる箱アイスでカフェラテのアイスがあるんだけど、へえ、美味しそう。それバカうまいから食べた方がいい。え、それどこに売ってんの？分かんないけど私は渋谷の西武で見た。あ、そうなんだ。あ、そういう感じか。百貨店で買う、まあ、どうなんだろうね、スーパーとかにもあるのかな。見たことないけどね、うん、おすすめ。おすすめ、うん、これコーナーいつ行ったらいいのかな。これはもうコーナーとかがもう何もない。コーナーもなくていいです。 なくなっちゃってますなんか全部飛ばした。うん、全部飛ばしたね、うん、協賛風コーナーとかしたかったけど、まあ協賛風、あ、やりたい。協賛風って何？なんかこの前の時でさ、甲子園って言ったじゃん。あ、この番組は何々が好きな。甲子園の話本当もっと聞きたかったんだね。甲子園の話、うん、今年は、うん、準決勝と決勝だけ。そうです、それ以外は行ってない。すごかったな。まあ行ってないけどほぼ全部見てたけどね。なるほど。仕事全然してなかったな。え、職場にテレビある？いや、あのパソコン、なんかレジがパソコンなんですよ。だからレジのなんか作業してる風にして、あのちっちゃく出して、いや全然大画面で、大画面で全画面で出して見てましたなるほどね。そうそうそう、いやすごかったな。そう、一緒に行った子が秋田出身の子で、おそうだったから、ま、すごいじゃん。そう、おすごい。一緒にその金足農業を応援してて、ツーランスクイーズすごかったですね。いやあれ超感動した、あれはすごい。二塁ランナーはちょっとあれはもう超ファインプレーでしたね。あの感じ駆け抜けることは普通ないから。ない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 、うん、え、なんかさ、え、全部さ、じゃあさ分かるの？あのルールとか。ルール分かるよえ、なんかさ何なんかさ、そのさそうか、ルールね、ルール分かるだろうね。そう、分かるんだなと思って。いや、なんかあの、うん、家、その家族で集まる、まあ、家族で集まるっていうよりも多分女4人で集まることが多いんですよ。うん、母、あ、そうだね、姉、ゆりえ、七重の4人で集まるときに普通に当たり前にワールドカップの話とかめちゃめちゃ出るんですけど、そう、ね、この前もさ、だってその5月に集まってその、うん、おっぱぱたちとさ、うん、ご飯食べて行ったときもすごいワールドカップサッカー見てるのみたいな。12番でしたっけ、ゆりえちゃんが、なんかあれ、なんかその話してるね、ゆりえちゃん、なんか
ユニフォーム、あ、私2番ですよ、2番。2番か。そう、ユニフォーム持ってるけど、うん、あのゆりえって名前が入ってるから、そうなの、入れちゃったんだよね、そうで着れないみたいな話してて、ワールドカップすごい盛り上がってたから、ーワールドカップだよね、そう、でその時、そう、前回の時もなんか誰々がどこどこでとか、誰々のあのプレー惜しかったよねとかって話を普通にしてて、私は本当にすごい、あ、すごいなと思ってて、おじいちゃんおばあちゃんも含めなんですよ。へー、みんなスポーツ好きなんだね、割と見る方だと思うよね。でしかもさ、それがさ、サッカーとか野球に限らずバスケとかの話かもしれない。すごいね、うんうんうん、すごいよね、まあ、バスケ私は全然見てないけど、私もバスケも、まあ、私はバスケに限らず見てないんだけど、なんか本当に誰々選手、誰々がとか言うと、あれねみたいな感じで言ってるのすごいなって思って、うーん、全然知らないからさ、テレビないし、テレビない人ってさ、そんなにいないらしいんだよね。そんなにいなくないですか、テレビ持ってない人。テレビ持ってます？ない。え、画面はあります？iMac、意識的に見ることあるんですか、テレビ？ないですね。だからワールドカップは今年は何回友達見に行ったらすっげえ楽しくて、あのなんか日本勝った日からたまたま見て、うん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 、で、あと全部見ようと思って、うん、こうだからこう上こう3階とかなんかでっかいテレビがあるんですよ。あ、そういうとこ行ったりとかしかない。甲子園も基本的に見れないし、テレビない人って少ないらしいんですよ。だからなんか NHK の人ってどうしてテレビがあるとかないとか分かるんだろうって思ってて、私、あれ電波とかじゃなかったでしたっけ。なんかシール貼られてるよね。あ、そうなんですか、うん、え、テレビある人は引っ越しの時点で、うん、あ、この人テレビ、あ、テレビ入りましたシールみたいなことですか。いや、わかんない、前の多分住んでる人が貼ってて、それで来ちゃうんだよ、うちもなんか NHK、テレビじゃないのに、 iMac なのね。そう、ではどうぞ見てください、ないんでって言って、あの中に入ることができないんですよって言われて、え、なんか中で入ることができないのにテレビがなんとかって言ってくるの。そう、怖、うん、なんか俺が嘘ついてるみたいで嫌だなって毎回思う。で、写真撮って見せたらいいんじゃないですか。そうだね、で今からインスタライブしますって。そして俺インスタフォローしてもらわなきゃいけない。確かに。多分テレビ買いましたみたいなインスタ上げたら速攻いいねして家来ますよ。そう。今から行きます。テレビ買いましたってインスタ上げるやつ今いたらやばいな。確かに。どういうトピックだよって。でもテレビが持ってない人がそんなにいるって知らなくて、そんなにいないって知らなくて。そうなの。でも今多いんじゃないの。ね、私もそう思ってました。テレビ見ない人多いじゃないですか、うん、だから今なんかテレビで何でもできるじゃないですか。テレビでネットできるじゃないですか。え、そうなの。そうなんだ。え、それって画面って意味。そう、テレビの画面で YouTube とか流せるんだよ。あ、それ知ってる人いるね。そう、だからネットフリックスもインターネット。そうそうそう、あれインターネットだよね。なるほどね。多分そういうのもあるからじゃないかな。画面はみんな持ってるってことなんだ。だからパソコン持ってない人でもテレビでパソコン用にできるんだよ。パッドキーパッド買ってネット回線つなげば、そう、まあ大きい画面見たいっていうので全部賄えるってことか。そうそうそう、多分。じゃあ画面はみんな持ってるんだ。私持ってなくて、なんか本当珍しいよみたいに言われて、なんかそうなんだと思って最近。もう8年ぐらいでも俺のテレビはないな多分。へえ。ゆりえちゃんでっかいテレビあるもんね。うん。うん。そうなんだ。マサルくんもないって言ってたよテレビ。あ、そうなんだ。え、あんなにゲームするのに。だパソコンでするからゲーム。パソコンでできるんだ、うん、はあ。あ、パソコン、ノートパソコンだ多分ね。なんかずっとなんかうるさいパソコンだよね、うん、ずっとうるさいパソコン。あ、すごい、インスタライブが残り1分45秒だそうですよ。まあインスタライブはこれでおしまいですね。はい、はい、まあラジオもそろそろ。そうですね、もう終わりがない、ただの終わりがない、ただ食べてるだけ。ただの世間話になっちゃった。ただ食べ、ね、てるだけ。なんかありますか。いや本当こういう感じずっと喋ってるから。いや、いいんじゃない、ね、めったにないからさすがにこの感じは。このダラダラ、そうなんだ、出せないですよ。ダラダラ会いつもどうやってんの。
いつももうちょっと頑張ってる、うん、頑張ってんだ、もうちょっと頑張ってる、そう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 、うん、頑張ってるよ。私も去年頑張ってたのかな。じゃあ、いや結構頑張ってたんじゃない、ぶち上げてたじゃん、うん、なんかね、うん、あんま記憶ないけどめっちゃなんかはしゃいでたイメージ、うん、まあはしゃいでたね、うん、そうね、うん、大人になったのかな絶対嘘だよね自分で突っ込む誰も突っ込むあのやっぱりあのセリフ滑りしないためにね、そう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 、滑らないために自分で突っ込むっていう自己回収、ね、自己回収すごい、ポイ捨てしないからポイ捨てしないから綺麗な街づくりを私はカメレオンって言ってましたよ、前言ってたね、カメレオンじゃないそれカメレオンって感じ、今更面白くなってきたじゃんカメレオンって感じって言ってたよ、どういうこと、いろんな、うん、なんかね、何のキャラもでもいける、あ、どういうキャラでもいける、それは確かにね、うん、自分の発言も納得、うん、確かに確かにカメレオンって感じ、納得ね、今年もカメレオンって感じですもうちょっとすごいね、なんかすごいわ、カメレオンって感じ、そうだね、すごいね、一応もう一回しとこうかな、うん、まあしとこうか、はい、お、あんまキャラとかないよね、うん、まあね、だからちっちゃい頃なんかキャラとか系統とか聞かれるのすごい嫌いだった、うん、キャラとか、うん、あ、どういう人なのって系統ね、でもゆりえちゃんってゆりえちゃん双子の姉いるんですよみたいなこと言ってな、どんな人って言ってもとりあえずギャルって言って、あ、そうなん、うん、鬼ギャル、え全然なんか自分の中ではギャルって自覚なくて、本当になくて、うん、けどなんか専門学校の時の写真が友達から送られてきた時にめっちゃ前目の周り真っ黒じゃんと思ってめっちゃギャルだったえ、そのさ、あのさ、私はその悪い癖でその自分の知らない範囲、うん、自分の知らない範囲の人のことをギャルと呼んでしまうしっていう癖みたいなものがあって、それめっちゃ悪口じゃん、悪口っていうか、そうとか分からないなっていう人のことをギャルって言っちゃうみたいなのがあるんですよ。でそういうことじゃなくて、ゆりえちゃん的なギャルはどういう人がギャル、自分はなんでギャルじゃないの、じゃあギャルってもっとなんかもうつけまバサバサみたいな、うん、でもそれも時代によるじゃん、今つけまつけてる人いなくない、いや松江区、松江区、うん、してないし、あ、そうなん、してないし、あ、そうなん、自まつげだし、あ、そうつけまをしてるとか化粧が濃いみたいのがギャル、あとなんか露出激しめ、あー、それもあるよね、うん、あととりあえずハイトーンでエクステつけてるやつとか、エクステってもういなくない、いるのよ、いるんだ、意外と、意外といる、なんかレアだね、もはやエクステでメッシュを入れるみたいな、はあったねとか、懐かしいわ、いる、意外といる、エクステってすごいなって思ってたもんな、私自分のお店でエクステないから自分のお店にエクステしに来る子はいないけど、うん、その浴衣のヘアセットとかで来る子で、うん、まずエクステつけてんのみたいな子とか結構いるから、あ、ギャルだって思う、うん、で言うと自分はギャルじゃないんだ、うん、でもカメレオンって感じではあるんだ、そう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 、でもギャルだけどね、えそうですか、ギャルなのかな、うーん、そギャルっていうくくりにさされるのすごい嫌いなんだけど、いやなんかそう分かるよ、なんか本当にめちゃめちゃギャルかって言うとそうじゃないんだけど、うん、そうじゃないの、そうじゃないんだけど、なんかいい塩梅のとこにいんのよね、ゆりちゃんは、どういうこと、なんだろう、マインドが結構ギャル寄りなんよね、マインドって何マインド、うん、気持ち心持ち、心持ち、あ、パリピって言いたい、いやそういうことではないんだよな、でもパリピってめっちゃ言われる、パリピな部分もあるんじゃない、わかんないけど、
パリピも行けるみたいなことかな。そう、行けるんだよね実際。そうそう、だから行けるみたいなところだね。そう、めっちゃクラブいそうとか。いや、いないじゃん。めっちゃ夏フェスにいそうとかすごい言われるけど、いないいない、マジで行かない。それはないんだ。そう、いないいない。で、行こうって言われたら行くけど、うん、自分から行こうぜみたいな感じではない。うーん、感じかな。ウェーブ。何系って難しいね。何系って難しいよね。そんなこと言ったら自分も何系って言ったら難しいなとは思うんだけど。確かに、ギャル、ギャルです誰が、七重が、なわけないじゃんギャルです、ギャルやってますギャルそのテンションでいけないからそのテンションのギャルいないか多分。そう、もうちょっとどうしたらギャルになれる。ギャルでーすみたいな顎を伸ばす、語尾を伸ばす顎を伸ばすんだ。じゃあ語尾を伸ばすんだ、うん、ギャルでーす。あれ、ギャルの返事の仕方はめ全部あーねだから。あーね、うん、あーねー。え、あーね知らないの。あーね、うそー、あーねー、そう、あーそうなんだみたいな、あーなるほどねみたいな、あを全部あーねって、あーねー、あ、全部そこに入ると。そう、あーねで終わる、終わるの。あーね、あーね、あーね、ちょっと違うんだよね。え、あー何々ね。そう、あーなるほどねとか、あーそうなんだねみたいなのをなんか あーねっていう一言で済ますんだ。済ます。あーね、え、あーねって言う人いる。え、だからみんなそうやって返す、返す。マジ、そう、だからマジだよね、そうそうそうみたいな感じ。あーね、あーね、そう、あーね、あーねみたいな感じ。あーね、あーねマジかよ俺嘘、一回も触れたことないんだじゃん。てか、あーねに関してはマンジより先だからいや、先とかは分かんないけどあーねに関して多分確かにそうかも。大学の時いたわ、いたでしょ、あーねって言ってる子いたな、うん、あーねって言ったの。分かってないだけかもね。でもいや、俺触れたことないし。嘘、いる、います、います、いる。俺の答えにそれで返してる人いる返そうかいやいや、いいんだけど相田さんに対してあーねって言ってくる人たのかな。世代的にあーねはしたかもしれない。私たち世代の人たちかもしれない、うん、そうなってくると相田さんっていう年上に対してあーねって返す人はもしかしたらいないかもしれない、うん、ああそう、ああそれはあるかもね。敬語ではないからね、あーねって多分ね。いたな、いたいた、いたよね、いた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 。あーねって言って何のことかなってすごい思ってたなんかさ、何々ちゃんってあーねって言うよね。あーねって言う人は見たことある、うん、ほら、何々ちゃんってあーねって言うよねっていうのはなんかあったな。なんか神奈川の方便かなとか思ってたなんかあ、でも私の言ってる友達も神奈川の子だ。あ、そうなんだ、うん、関係あるのかな。いやいや、知らないよ俺、神奈川だよ聞いたことねえぞ。そう、ギャルやなっていう、ギャル、ギャル、そう、あーねって言う、あーね、ギャル。そうか、じゃあ私もあーねって言うね、うん、ギャルだから。あーね、あーねとそれなだから。あ、それなってゆえちゃん言うよね。ゆえちゃんそれな、それな、それなで泣き笑いしてる絵文字送ってくるよね。それな、それは確かに送る、認めるわ。それな、それなはイメージあるな。うそ、全体的な、こう社会的に、社会的なギャルな、それなみたいな、それな、それな、あーね、それな、あーね、あーね、覚えた？うん、ちょっと明日から使ってく、うん、あーね、あーね、ちょっとギャル、今のさギャル的な人たちってさ、何、誰が一番こうトップなの？誰なんだろうね。確かにね。なんかさ、安室奈美恵とか倖田來未とかいたじゃないですか。うん、もうそんなのよりランクめちゃめちゃ低いよ多分今のギャル。そう、ランク？え、そういうな、神的存在になってる人とかじゃないってこと。カリスマみたいな感じじゃない、ね、カリスマがいない、今いないんだ。え、まあ私がもうギャルじゃないから分かんないけど、うんうん、だってもうニコルンとかの世代でもないじゃんもう。え、ニコルンってギャルなの？あれ元ギャルですよね。
俺ねテレビないからあんま分かんないんですよね。ニコルはギャルだった。そうそう、ポップティーンギャルなんだ。あれそうなんだ。そう、そうなんだ。多分むずで私たちの時のさ、うん、ギャルのカリスマってさあれだったじゃん、益若翼とかさ。益若翼ね、うん、神だったね。そうとかだったじゃん、まあ、そっからなんかクミッキーとかが出てきてニコルになって。あ、そうなんだ。そう、今誰なんだろうね。あの人じゃない、なんかめっちゃ口悪い女いるじゃん。めちゃくちゃ悪い女、なんだっけ名前、口悪いさ。でもテレビめっちゃ出てる、ギャル。知らない、やっぱテレビのこと分かんないと分かんないんだよな。そうね、テレビでもギャル自体がもう少なくなってるよね。とりあえず、そうね、多分ね。でも私はそのなんだろう、生き残りのギャルって思われたくないんだけど。すごい、いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃないんだよな。なんて言えばいいのかな。それそれそれ、みちょぱ。へー、みちょぱは名前は聞いたことある。え、嘘、私一回も聞いたことない、初めて。ニューワード、みちょぱ。え、それそれ、みちょぱ。え、最近、最近だと思う。あの、いや、そう、ラジオ聞いてると出てる、来るの、そういう名前が。あ、そうなんですか。ホットな、あ、ね、だニコルン、ニコルン、うん、ニコルン、その前なんつったっけ、クミッキー、クミッキーとかも全部ラジオの情報で来る。あれ、もしかしてこのインスタライブ見てくださってる方ギャルなのでは。みちょぱ、あーね、それな、完璧やん、うん、完璧だよね。もうこのアイコンのピースの感じもギャルを匂わせてるね。ね、眠くなってきた。終わり、終わります。そうだね。ラジオなんか質問とかある方あったら。はい、双子ですよ。そうなんです、実は双子なんですよ。3人しか見てないからね。そうだね、3人しか見てないんだね。すごいね。ヨンちゃんじゃ見てくれてんの。あ、知り合いですか。うん、ファイファイのギャル、ギャル、ギャル。あー、その辺はかなり詳しいはずですよ、んちゃん。ゆりえちゃんは最近可愛かったわ。ありがとう。何か、ありがとうだって分かんない。ゆりえちゃんは最近何か映画を見ましたか。見てない。ゆりえちゃんって映画とか見るの。見る、あれ見たい、グレイティストショーマン。何それ、知ってます。分かんない。え、グレイティストショーマン、グレイティストショーマン、え、知ってます。名前だけ、内容は私もよう分からんけど。え、なのに見たいんだ。見たい。あれなんだっけ、なんだっけ、あの人ハイスクールの人が出てんだよね。ゆえちゃんって映画とか見るの。え、見るよ。ディズニーとか以外も見るの。めちゃいいよ。おお、ほら、え、あ、それ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 、ヒュージャックマンのやつ。そう、見て。はい、うん、あ、ギャルのお姉さんすごいですね、なんかね、うん、そう、それ見たいんだよね。ホワイトチョコだ、うん、なんかミュージカルみたいなやつ。うーん、違ったかな。でももう多分やってないかな、結構前、うん、ゴールデンウィークくらいにやってたやつ。あ、そうなんだ。そう、 DVD に出るの待ってんだよね今。やっぱ DVD で見るの。うん、いや、本当は映画館で見たかったんだけど、うん、見損ねたからもう DVD 出るの待ってる。なんかインスタライブよくわかんないな。そうですね、まあ、あとゆったり会ですね、今回はね、はい、質問がなければ。質問とかなければ終わりますが、何かありますか。じゃあエンディングの曲をかけちゃいましょう。そうですね、エンディングいきましょう、はい、あ、だ、ね、なんか結構今までも、今までもってかもう最近はもうこの LFL ラジオはもうなんて言うんだろう、もう何にもないじゃないですか、なんかこう建前的なものが。
はい、もうほぼ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 素ですよ。ほぼほぼ素というかもう、いや素ですよ素でしかないんですけど、はい、こんなに家と変わらぬ感じになるのもないなって思いましたね。二人で遊ぶとき何するんですか。明日は美味しいパン食べるかな。喋って食べて、そうだ喋って食べてだね。なんか見ようみたいになって街に行ったりとか、うん、なんか二人で岩盤浴とかよく行ってたね。ああ行ってたね確かに。へえ、うん、とかあんまなんか人誘うと気使うなみたいなところに誘う。うーん、ね、そうなんだ。えこの話なかったっけそうだっけでもそう岩盤浴よく行くね、うん、最近行ってないね、うん、なんかそういうどこどこの岩盤浴がもういいよとか。え何何今の、え何今の、何もえ何何何どうしたどうした、え何が起きた何が起きた、あかちょ壁か、あ、ね、大丈夫かな大丈夫かな、びっくりした。今なんか完全に揺れた、うん、壁が揺れてびっくりしちゃった、うん、はい、あとまあカラオケ行ったりとかね、うん、あタピオカ飲むね、あタピオカ飲むね、うん、ゆりえちゃんめっちゃタピオカ詳しいんです。そう、ほんと詳しいんです。詳しいってどういうこと。いやなんかおすすめのタピオカみたいなのを聞いたらめっちゃ出てきて、で私がこの前調べたんですよ、タピオカ美味しいよみたいに言ってて、うん、パールレディとかはよく渋谷とかにあるよねって話したら、最近はなんとかゴンチャガーとかなんとかがみたいに言っていっぱい出てくるんですよ。でその最近のおすすめのタピオカ一覧みたいなやつをなんとかって書いてある、ああこれはあそこのあそこにあるやつで、あまあこういう感じみたいな、ね、でそうそうそう全部教えてくれるんですよ。すごいね。そう、昨日もタピオカ飲みましたかなり飲み歩いてるんですけど、タピオカがなんか最近流行ってきてるけど、またああまたそうなんかまただよね。そう、うん、その一時ブームの時からうちらはずっと好きで、うん、好きだよねタピオカね、美味しいよね。結構ブームが去っても飲んでて、最近いっぱいなんかでき始めてみたいな、からや結構ゆりえちゃんといる時だな私飲むの。普段自分一人じゃあんま飲まない。ゆりえちゃんといるとき飲むな。そうね、昨日はなんか黒糖タピオカみたいな飲んだね、うん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 、美味しかった、うん、なんとかウーロンなんとか蜜ウーロンミルクティー、そうそうそう美味しかったそうそうそう、タピオカ飲みたいね明日もね、うん、タピオカのことなら何でも聞いてくれ。あ、てか明日ゆりえちゃんがおすすめのタピオカ屋行こう渋谷、そうだそうだ、ゆりちゃんが好きなタピオカ屋があって未だに行けてないので行こうと思います。タピオカを飲んだりします2人で遊ぶときは。そうですね、はい、はい、じゃあそういう感じで、というわけで今回はゲストこれはどこが美味しい、どこが美味しい、どこ渋谷の丸いの1階に入ってるところがおすすめです。すごいド直球な場所を言ってくれるんですね、そういうときに。ゆりちゃんが一番ねよく行くらしいんです。そうかそうか、はい、じゃあ今日はゆりえちゃんをお迎えしてお送りします、はい、超まったり会でした、超まったり会でしたね、はい、珍しい、はい、ありがとうございました、ゆりえちゃんでした、ありがとうございました。